はいどうも、カードショップ山本屋の山本です。いつも動画を見ていただきありがとうございます。毎日18時に MTG 関連の動画をアップしています。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録、あと高評価グッドボタンよろしくお願いします。はい、本日紹介するデッキはこちらです。イゼットスペルということで、くすぶる卵以外が全部インスタントソーサリーのスペルカードになってます。まあここでフィニッシュすることはあんまりないんでしょうけど、あるの典型コピーしていくっていうのがやっぱりねフィニッシャーになってくるのかな。まあ、あとマグマオパスとドラゴンの介入の組み合わせで、まあアグロには強い感じになってんのかなと思います。まあその分ちょっとコントロール相手にしんどいかな。結構この消えゆく希望とかゼロ助産とか腐るケースもありますし、まあ結構マナ伸びでマグマオパスとかまで行けばまた話変わってくるんでしょうけど、はい、まあそんな感じで、早速やっていこうかなと思います。はい、プレイ。さあ7枚でキープ。ターン終了。白黒クレリックデッキか。さあ予言。ターン終了。マグマオパスめっちゃ引いてほしいな。マグマオパスいいですね。環境科学とかこうテンポが遅い動きしてくれると助かる。おお、引いてきましたね。それはいい引き。ターン終了。あ、これで一回流せるね。ずいぶん土地を欲しがりますね。ターン終了。まあ、次のターン記憶の氾濫打ちたいな。一気に削りに来ましたね。まさかの。さあ記憶の氾濫。土地と。消えゆく希望いきますか。ターンもらいます。まあ一回流しつつ、悩ましいな。一回流しつつ、まあ、一回流すか。タフ1相手に8点ダメージもったいない気もしますけど、なんとなく次あの土地をセットしてから、あー論争か。まあこれは OK でしょう。土地をセッ
ットしてから負傷の安息地で殴りに来てくれると嬉しいなと。さあセットした。負傷の安息地来なかったっすね。まあ、OK か。さあ、ターンもらいます。さあゼロ助産戻します。はい、環境科学島持ってきます。ターン終了。もう一丁さあ、クリーチャー化してくる。はい、消えゆく希望でバウンスします。土地が欲しいんだけど、このカードも別に悪くないんだよね。もらっとくか。ゼロ助産で戻しつつ、5点食らうけど、まあまあ、ターン終了。さあケイヤ出してくれるとすごく助かる。まあケイヤどっちこっちないんだけどな。どうしよう、カウンターしてもいいけど。まあ、ケイヤも通そう。はい、OK。はい、ターンもらいます。6マナ、2マナ、足らないか。感電の反復、はい、アールンドの典型。土地を出す、まあ、とりあえず殴るか。ここで何マナある ?3 マナ、6マナ、7、8マナ。8マナ、はい。記憶の反乱。アールンドの典型がない。アールンドの典型がない。マジか。3マナ、8マナ、
さあ、マグマパス。どうする？本体4点いく？アールンドの典型引いてきましたね。まあ、とりあえずケイヤだけ倒しとこうか。はい、ターン終了。お、ありがたいね。土地が復活した。もうアールンドの典型持ってかれるか。はい、対戦ありがとうございました。どうしよう。緑、赤緑、グルール。グルール、オオカミ？お、何もしてこない。これは助かった。くすぶる、卵。の仮装。さあ、狼が出た。ターン終了。まあ、土地が欲しいところではありますけど。まあいいわ、通そう。さあ、マグマオパス捨てて宝物出します。お、いいですね。ターン終了。相手は何かをミスったようですが、さあ、ゼロ助産。
さあ、環境科学。どうする？一応予言しとくかも。ターン終了。はい、否認。さあ、アタック。ターン終了。典型打ってもいいんだけど、なんでこのタイミングでこれ打ってくる？さあ、ドラゴンの介入、マグマオパスを追放します。さあ、ムレヒキーの人狼。さあ、来てほしいね。土地。まあ、土地来なくても。おお、危ない危ない。ん？ 3 点。はい、OK。さあ、否認。ん？あ、これか、はい。さあ、アタック。はい、アルンドの典型。はい、対戦ありがとうございました。さあ、対戦相手先行。はい、7枚でキープ。うわあ、なんだこれ。
嫌な予感しかせん。しかし向こうも同じ。どうだろうな。これだったら全体流してくるカードは入ってないんじゃないかな。きついね。先行後攻の差がただ出てしまった。まあゼロ助産あるんでね、最悪戻せるか。いや、きついって。このパターンはきついやろ。いやー、きつー。ゼロ助産で狙っていこう。これね、土地多めに入ってるんだけど、それでも土地が止まるっていう、この流れの悪さが半端ない。タップ中すべてのクリーチャーは接種を持つ、あなたもずっと。アンタップ状態のクリーチャーは呪文を持つ。なるほど。まあ、とりあえずじゃあゼロ助産。さあ、環境科学。ターン終了。さあ、呪文持ってんのややこしいな。このサリスなんとか先にしないとダメなんだけど。タフ4はなかなか厄介。まあ普通にバウンスする感じになりそうですね。さあとりあえず予言します。ターン終了。まあちょっと否認は構えながら。火遊び2点。はい、2発目撃ってくるってことかな。ショックか。まあちょっと何発あるか分からんけど、否認。弱者粉砕か。まあかなり相手に使わせたんで、まあよしとしとこう。さあ記憶の氾濫。
どうする？これでいいか。まあでも否認構えながらの方がいいかなと思ったけど、4点7点まあいいか、行こう。はい、予言。まあここで直ちに死ぬことはないでしょう。ターン終了。まだ死ぬことはないと思うんで、この記憶の判断で土地1枚引いてくれば、そっからもうアールンド祭りだね。はい、3点。土地じゃない、マグマオパス。さあ行きましょうか。感電の反復。アールンドの典型。弱者粉砕入ってるか、まあ燃え殻入ってないと思うんだけど、まあ分からんけどね。インスタントで全部流されると結構きついからね。土地を出して、とりあえず殴ろうか。さあアタック。おお、燃え殻地獄入ってましたか。それじゃ否認。まあしゃあないね。ターン終了。もう一発殴りに行くか。さあアタック。感電の反復。アールンドの典型。7マナ、8マナ、9マナ。とりあえず戻そうか。消えよく希望。そしてはい、マグマオパス。アタック。お、土地が来ましたね。これはありがたい。感電の反復。はい、対戦ありがとうございました。
さあ、対戦相手先行。はい。さあ、7枚でキープ。ターン終了。お、ローグクラス。珍しいといえば珍しいカードが来ましたね。ターン終了。威迫を持って、まあとりあえずゼロ助産で戻しますか。さあ、環境科学。はい、ターン終了。イワシのアサリア。5マナ、5マナ、5マナどうする？ 5 マナでどうこうできる？いや、次のターンのアルンドにかけた方がいいね。ターン終了。イワシのアサリはなかなかやっぱ厄介だね。タフ3あるし。威迫飛行摂氏。威迫強いな。痛い。しかもライブラリー削られる。しかも何か見えない。さあ、記憶の反乱。アールンドの典型と67。まださすがに早いか。まずアールンドの典型。さあ、アタック。はい、アルンドの典型。さあ、アタック。はい、アルンドの典型。さあ、アタック。消えゆく希望。はい、対戦ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。イゼットスペルということで、まあ、今回くすぶる卵を、軸に、あとは全部スペルカードっていう形でね、デッキ作って
ってみました。まあまあ、アールンドの典型コピーするっていう動きがね、結局フィニッシャーになりがちではあるんですけども、まあ、これもかなり、ドラゴンに変身するのが容易にねできる構築になってますんで、まあ、ただね、ここの枠っていうのが、あの青の秘密を掘り下げるもの、あと黄金化のドラゴン、まあ、ここら辺とどうするかっていうのはね、やっぱちょっと検討かな。個人的には黄金化のドラゴンの方が強い気はするんだけど、まあ面白いけどね、新カードだし、インスタントソーサリー取られるたびに2点飛ばせるっていう能力もなかなか面白いし、まあこの動画多分ね朝6時なんですけど、18時にこれ黄金化に入れ替えたデッキも上げようかなと思ってます。もしかしたら別のデッキになってるかもしれんけど、はい、まあそんな感じでね、コントロール好きの方はね、ぜひ遊んでみてください。さあ、それでは今回ここまでです。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。